ンカルウェイ。男歩けば月目に当たる、そわそわするなよ心が同郷。構えて掴めばいいのさ、運が向こうで待っている。待っていなけりゃ明日があるさ。どうせ一緒とてらく生きにゃ。私は他の人と結婚することになりました。またすっぽかすようなことになって申し訳ないんですが、私の気ままな性格はお分かりと思います。清子さん、穂高さん、どうした？うん、そうや、知ってるわ。さっきあてが郵便配達の人から受け取ったやもん。清子さんからの手紙やったやろ。ほんで何？なんで喜ばへんの？また好きな人ができたんかいな。今度こそ諦めんとしょうがないな。しょうがないな、二人はこうなる運命なんや。なあ、おふりさん、お酒あるか？あんたがお酒を？こんな時飲んだらええって聞いたんや。いっぺん飲んでみるわ。見てきてあげる。待ってて。面会に関する規則は今話した通り。質問はないが、なければ面会する者は一歩前へ。どうした？よし、右向け、右、前へ進め。嬉しいだろうな。誰が面会なんかなかった方がいいんで。もう言うな。悪かった。結局3人だけや。3人だけや。山下さん、山下さん、なんで言うか。山下さん、あんたはわしらに芸立てするつもりか。
兄貴、なんだよこら。兄が面かもしれないのに、俺どれと会うんだよ。すまん。すまんが諦めてくれ。え？山下、無線で行ってこい。山下さん、この間のこと嫌味に取れたら許してやな。いや、みんなを面会ささんようにしたのはこのわしや。わしのやり方が間違ってた。それは俺が責任を持つ。いや、そうやない。あの坂田の金時に逆ろうたんこのわしや。まあ幸いにも山中て総長さんから助け舟が出て面会はできるようになったけどな。逆ろうたは面会できる。それでは後が怖い。違うか。軍隊いうところは上官に逆ろうたは面会できるわでは承知せえへんのと違うか。さすがわしは遠慮する。まあ言うたら謹慎やな。わしが謹慎したら何もできんやろう。いくらあの坂田の金時でも。違うか。そりゃそうだな。なあ、まだね。せっかくすまんが諦めてくれや。その代わりな、みんなでふるさとの話でもしやないか。ボタン持ちの話。え？来てないんですか。はい。そうですか。じゃあ自分も探し合いましょう。お願いします。さあ、確か第三内務班だったな。あ、そうであります。昨日の結果、面会禁止者が出たのか。いえ、あの連中は許可がおりました。山下二等兵もか。ところが山下二等兵は自分から面会を辞退しました。何？それで今どこに？あ、内務班におるはずがありますが、見てまいりましょう。あ、いやいや、せいぜいゆっくり会え。あ、ありがとうございます。兄貴、今頃よ、兄貴の奥さん、兄貴の姿探し求めてるぞ。もうその話やめとけや。もうぞうさん、せっかく会いに来たんじゃないか、はるばる兄貴によ。山下、今からもうそうないわ。行ってあげたら。そうだ山下、無理すんな。お前だって女房に会いたいだろうが。それは会いたい。会いたいがな、後のこと考えたらここは辛抱のしどころや。それだよ。それが今一つ分からねえんだ俺には。わしらはな、坂田の金時のいびりで面会できんようになった。ところがどういうわけかそれを知った山中総長さんが会わしてくれはった。言うなら力のおかげで面会できたわけや。
ところが坂田の金時のメンツは丸つぶれと違うか。そりゃそうや。そしたらや、それでわしらが面会したらあいつまた何かでしっぺ返ししよるやろ。そのしっぺ返しが一番怖いね。するってえと俺たちはもし面会しねえとしたら。そしたらあいつの顔も立ってざまあみてわけで後のことは何もしようらんやろ。山下、その分析は甘いかもしれんぜ。なんでや。俺たちには今日しかないんだ。明日のことは明日に考えりゃいいな。だから行ってこい。上官。山下二等兵。は。貴様は面会の許可が出てどうして会いに行かん。申し上げます。この山下二等兵は自分たちが電報を打っても間に合わないのを知って自分だけ面会してはと辞退したのであります。総長殿、山下二等兵に面会に行くように言ってください。戦友たちが面会できんので自分もしない。うん、軍人精神の表れだ。山下も貴様たちをさておいてでは後味が悪いだろう。辛い時に苦労を分け合い励まし合ってこそ楽しみも分け合うことができる。山下、は、貴様いい心構えだ。は。何か家族の者に伝えておくことはないか。総長殿、家族の者には軍務のために面会できんかったとお伝えください。そうやないとまた自分がおっちょこちょいをやったんやないかと思われそうなんで。よし、伝えておこう。辛いことは辛いけどな、軍隊はもうしゃあないわ。ほやな。ほやけど体にだけは十分気ぃつけてな。あ、ついこないだ入れてやれんかったな、富山の薬。それ食べ物あたりにな。もうあまり時間ないやろに。あの人はおっちょこちょいな境にまた何ぞやったんと違うやろか。あんた面会があるとすぐ戦地に行くって噂ほんま。戦地って何。そんなこと憲兵に聞かれてみな、どやされるからです。分かって。いやせやけどな、兵隊に召集された時から覚悟はできてるはずやないか。お国のために立派に死んでください。死して五国の鬼とならん。あんた死んだらあかんで。死ね。お父ちゃん死んだらいいよ。分かってる分かってる分かってる。面会終了5分前。どうもお世話様です。お母さん、こちらが。その節はご親切にありがとうございます。いや、今聞いてきましたら山下二等兵は軍務のため面会できんそうです。軍務のため。何かやったんですか。あ、いや、軍務のためです。そんなことで待てとまかんのですね。ほな、これ渡してもらえませんか。何ですか。ボタン持ちです。残念ながら面会人の食べ物は A 内に持ち込むことが禁じられております。でもこの子が食べさせよう思ってせっかく作ったんです。赤いに軍旗は曲げられません。曲げられませんが兵隊たちは時々隠して持って入るようです。もっとも重箱では隠しようがありませんな。誰か同じ班の兵隊に合わせましょう。その男に食べさせてやりなさい。残念です。はい、この辺りに第三内務班の者はおらんか。はい、おります。貴様の姓は。雲野二等兵であります。雲野か。貴様も電報組か。そうであります。で、面会人は。来ないんであります。悲しそうな顔するな。よし、こっち行こう。いいか、この方たちは山下二等兵の家族の方。貴様、代わりに面会してあげろ。はい、面会室になります。よし。どうもすみませんでした。どうもご親切に。あ、いや。
山下紋蔵をご存知ですか？はい、同じ軍隊で世話になっています。ですか。私家内です。これ私の母です。はじめまして。何か紋蔵さんは軍務とかで？自分にも分かりません。今日この面会所に来る途中まで一緒だったんですが、他の面会できない連中に義理を立てて来なかったんじゃなかったでしょうか。そうや、まあ、そんなことまでに義理立てならんのや。彼がいろいろやったことで一時面会中止になったんです。それを今の総長さんが助けてくれて、それで許可になったんですが、遠いものは電報を打っても間に合わずで、彼が責任を感じたんだと思います。そうですか。なんぼ責任を感じたからって面会に来るもんの身にもなったらどうや。あの人はうちの嫁をどう思ってんのや。お母さんもうええのや。今野さん、こういうことに申し訳ありませんけど、これうちの人に渡してもらえませんか。うちの人の好物のぼた餅なんです。今総長さんに聞きましたら、規則はないやけど持って入るのは多めに見てくれはるようです。お願いします。わかりました。必ず渡します。面会時間終了。兵隊は至急所定の位置に集合。それでお預かりします。元気で休めるからって言ってください。わかりました。確かに。まだ会ってないんです。あん、空気を守るのか。お願いします。一分でも二分でもお願いします。めめしいの。楽しい。くだい貴様、何があんだ。大将隊第三内務班であります。声明を運動正しています。貴様、何を持っとる。何を持っとるか。ボタ持ちであります。ボタ持ち。やめてください。私が悪かったんです。連邦みたいにも遅かったもんですから、子供を許してください。面会者は帰れ。帰るんだ。母さん、うちに戻れ。母さん、母さんか。母さん、おたもち。面会は終わった。無事済んだと言いたいところやが、無事やなかった。我が連隊で一番恥をさらしたのは我が藩や。我が藩の兵隊の中に面会時間が過ぎても母親に母ちゃん母ちゃんと甘えてたやつがおったそうな。うんの貴様やな。自分は母さんに会っていません。何をとらん。はい、母さんは面会時間を過ぎてから来たのであります。母さん母さんで、ええ大人が何を言ってるか。面会時間過ぎてきたんやったら母親が悪いんじゃ。恨むんなら母親を恨めと言いたいがな。なんじゃこれは。お玉しであります。大取りもせんのになんでこんなボタモシなんか持っとったんや。それはことずかったんであります。誰にや。山下二等兵の奥さんにであります。山下二等兵、一日間か。貴様、面会せなんだ。はい。どうしてせんかった。自分のために戦友に迷惑をかけ、
面会できんようになりましたし、かつ班長殿のお考えに背いて面会しては申し訳ないと思ったからであります。おお、わしの顔を立ててくれたいうわけか。それはすまなんだな。と言いたいがな、貴様が面会せんかった本当の理由言うたろか。貴様はやな、わざと面会せんと、さもわしが面会ささんかったように上官に思わせてわしを陥れようとしたんやろ。その証拠にや、山中総長がわざわざ我が藩を見に来られたそうやの。貴様、そんなにわしが憎いか。陥れたいんか。違うであります。違う。ちごたらなんで面会せなんだ。わざわざ電報まで売ったのになんで面会せなんだんや。貴様ら、わしが貴様らの中の者を面会させなんだんはなんでか。それはな、文論みたいな奴が出るからじゃ。しかしわしの真意が証明されただけやったな。わしが面会ささんとこうと思った兵隊は誰一人面会できんか。これはわしの考えが正しかったということになる。わしは大変嬉しい。これ山下。以上。けぐ。だめ。解散。ボタン持ち畜生。すいません、せっかくはここ預かったのに。いや、それよりあんたの方こそかわいそうやったな。お前さん見てみろ、お前が辞退しても何にもならんかったじゃないか。まったくで、帰って喜んでやがったぜ。しかし金時はな、今日誰も張り出さなかったな。そういえばそうやな、あのインテリハンスルは殴らなかったもんな。っていうことは例のことはやっぱり言ってるんじゃねえのか。うん、答えたかな。答えたか、それとも殴る代わりになんか別の方法を見つけたかだ。別の方法か。あれ、食える食える。めえ。おふくろの味だ。食えよい。ほい。早起きして白さて作って何か事情があったんや。でも事情があったにしても面会したらもう当たり前なのに。けどああやって会えたんが私もやった。はい、子供の顔も見せてあげられましたし。まあ、あいつもあれで思い残すことのないよう戦地行けるやん。はい。しかし姉さん今回ったが不幸中の幸いよね。もしもしなったら今頃私にすまんね。うちの人もただではすまんかったんと違うやろか。なのこっちゃ。私はそんな気がしてならんのです。あの兵隊さんが言いなったように単に義理立てるだけで、あの人が私たちの面会せんかったんと違うやないかって。もし面会したらただでは済まされん何かがあったんやないか。あの兵隊さんが目の前であんな目を受けてはんの見て余計それ強く感じたんです。情けば言うたら怖かったな。あの人千夜君。
の、海野さんとおっしゃる。はい。私、同じ班の山下っていう者の家内です。先ほどは。まあ、なんて野蛮なんでしょう、軍隊って。うちの忠は学者なんです。あの年になるまで学校と研究室で、父親のような学者になると一生懸命勉強してきたんです。それをひどすぎます。あなたのところのご主人は以前何をしてらっしゃいました？アキンドです。あら、それならいいですね。耐久力がおありでしょうから。でもうちの子は違うんです。世間のことは何にも知りません。趣味も仕事もただ一つ学問だけなんです。なんとかして逃げてきてくれないか、それだけを祈ってます。やめんか！さっきから聞いておったら何じゃ。軍国の母というものに、国に召された者には一般に死んでこいというのが当然じゃ。それじゃのに逃げてこいとは何じゃ。わしなどはせがれ三次が軍人じゃ。あなたの職業は軍人なんでしょ。あなたたちは軍隊がなくちゃ困るんです。でもうちの息子は学者なんです。戦争で死なせるわけにはいきません。まだ言うか。国のために死ぬのは当然じゃ。おじいちゃん、お父さん死ねへんな。失礼しました。みんな死ぬのは嫌よ。するんやろな。しげ子、わざわざ来てくれたのに面会できんかったことを許してくれ。しかしわしは。兄貴、俺のこともちゃんと書いててくれよな。あれ、何にも書いてねえじゃねえか。どういうふうに書いたらええかわからんのや。うん、どないして書いたらええか。いや、そんな時やな、思ってることを全部書いてみるんだ。書いて検閲に引っかかりそうなところを自分で消すんだ。残ったとこだけ書き直せばいい。もっともそうなりゃ何にも残らないがね。しかし相手は判断してくれるよ。なんでこう意味が伝わらないんだと思ってな。佐竹さん、一本つけてあげた。ああ、あの、こんばんはええわ。なんでやもん。あんたまたその手紙読んでんのかいな。辛いやろな。いや、読んでるうちに妙なことに気がついたんや。妙なことって？わしな、今まで一回も清子さんから手紙もろたことないんや。それがどないしたんや？わしの嫁になる大阪に行く境待っててくれとも手紙をくれんかった人が、なんでわざわざ人の嫁さんになるからって手紙よこしたんやろうか思ってな。いや、それを待っててもらったら悪い思ってやろ。いや、そんなら黙って人の嫁さんになるんと違うやろうか。こうやってわざわざ断らんと。というのはな、今日名古屋の愛知機材って会社から手紙が来たんや。去年契約した品物どうしてもくれんさかい諦めてくれって断れちゅうや。契約書で約束したさかいこうやって断ってきたけど、清子さんとわしは正式に決めてへんし。決めてんでもあんたが待ってたらいかん思って。いや、そんなら他の男と結婚しましたってしてからでも言うてくるんと違うやろうか。それをする前に言うてくるっちゅうことは、このわしのことが清子さんの心の中にある証拠や。そんでわしを諦めさんならん
何かができたんと違うやろか。それはまあどう取ろうとあんたの好き好きやけど、ほいでどないすんのよ。あ、ちょうどな、川崎の取引先に市営のこともあるさかい、ついでにお手こうか思ってんやけど。穂坂さん、受け渡しは品物が来るのを待ってんのと違うのか。うん、来る予定の品物が届かん場合は調べに行くのが受け渡しの仕事や。あ、すまんけど支度してる。余計悲しまんなら思うけどな。けどな、決着はつくし。決着？ああ、世の中何でも決着つけるために働いてんや。戦争家でそうやろ。どっちが勝つか負けるか決着つけるため。飽きないかでそうや。わしと清子さんの仲もそうや。この辺で決着つけたいし、その方が楽や。うんと楽や。呼ばれて帰っとれ。はっ、呼ばれるまで帰ってるなります。よし、入れ。入ります。お呼びであります。ああ、貴様のこの申告によるな、兵隊たちの特別カバン行きがちょっと多すぎるようだがな。いえ、自分は多いとは思っておりませんが。この連中はそんなひどいのか。はい、上申した通りであります。市場はないな。ありません。うん、じゃあその理由聞こう。まずこの雲野二等兵は。いや、キャツは軍人としてなっておらず、ことに昨日面会日に時間が過ぎても母親と会おうとして憲兵隊から厳重な忠告を受け、我が小隊の恥をさらしました。他の連中は。はい、全員上官犯行の罪であります。何の犯行だ。この広田二等兵は。はい、その男は自分に嘘の事実を吹き込む、自分を笑い者にしたのであります。嘘の事実。はい、日野軍曹が山下二等兵から銭をもろたとかどうとか。ああ、それが嘘であったのか。はい、自分と日野軍曹を争わせるためだったのであります。ああ、山下二等兵は。あ、キャツは常に反抗的で食ってかかるようなことがあります。あ、それに馬の兵吉山両二等兵と組んでこのようなものを作っておりました。株式会社か。出資したのか。はい。この会社はどんなことした。よからぬことを企んでおったのであります。よからぬこととはどういうことか。いろんなことでありますが、例えば自分を殺すとかなんとか。それは穏やかじゃないな。証拠は。はい、日野谷二等兵がその事実を聞き自分に知らせたのであります。どんな事実だ。はい、夜にひそひそ話をしておったそうであります。何でも面会を許さなんだら殺してやるとかなんとか。広谷東平がそういうふうに言った。はい。しかし貴様、さっき広谷東平は嘘を耳に入れると言ったな。嘘を信用するのか。お、いえ、あの、それは本当であります。じゃあ嘘と本当を誰が判断するんだ。自分であります。ああ、すると広谷東平が言ったことをある時は嘘と思い、広谷東平を処罰し、ある時は真実と判断し、他の者を処罰するのか。はい。坂田軍曹、見習い士官の報告によると、兵隊たちに面会をささんように手紙を隠したそうだが、それは本当か。はい、本当であります。けど自分が正しかったのであります。何が正しい。いや、雲野のごとき妹が出たからであります。いや、しかし雲野はおふくろさんと会ってないそうじゃないか。いや、それは母親が面会時間に遅れてきたからであります。いや、しかし手紙が遅れなければ間に合ったかもしれんぞ。なあ、坂田、上官に対する反抗という理由でこんなにたくさんの兵隊を特別カバンに送るということは、班長のお前の掌握が
足らんということになるがそれでいいか。やむを得ません。キャスラは徹底的に叩き直す必要があります。でもな、お前が面会を支えようにした兵隊たちは誰も面会もしなかったし、自分から事態を申し出た者もいる。それで反省してるということで許してやることはできんのか。許してやることはできません。やむをえんな。はい、ありがとうございます。なぜ礼を言うんだ。貴様、部下を処罰するということは悲しいことだね。礼を言うことではない。貴様、部下を処罰するのに喜んでるのか。なぜ喜ぶんだ。いいか、それじゃ部下が貴様に反抗するのは当たり前だ。しかし小隊長殿、小隊長殿は兵隊が上官に反抗するのを許されるのでありますか。許さん。貴様もだ。はっ。いいか、兵隊たちに面会をさせろと命令したのはこの小隊長、それを面会をさせようにしたのは貴様だ。上官の命令に反抗したわけだ。上官の命令を守らなかった貴様は張本人だ。まず貴様から処罰してやる。坂田軍曹。はい。本日より班長の任務を解き、お前がかりを命ずる。お前がかり。なんやて、金時は班長クビ。ああ、本当か。本当だ。本当だ。なあ、これで楽になるぞ。おい、うわあ。やったよ。はい、やめよ。なんとか言えよ、ヒルタ。それだけで済むと思うか。これだもの。どういう意味だ。班長にだけ責任を取らせる、そんなことはない。それでは他の兵隊への示しがつかん。そこが軍隊だ。というとわしらもか。ああ、多分な。気をつけ。注目、これから名前を呼ばれる者は直ちに小隊長室に集合。山下二等兵。注目、貴様たちは軍人にあるまじき行動をとってな。山下。あ、わかるか。はい。軍隊というとこはどういうとこだかわかるか。いいか、人間が裸になって入ってくるとこだ。貧しい者も金持ちも飽きんども学者もみんな資格と肩書きを捨てて新しい人間となって入ってくる。軍の人、すなわち軍人。その軍人の世界でなぜ法人を作る。言ってみろ。自衛手段であります。人間である以上軍人でも生きていく権利があります。それを誰も守ってくれなかったら自分たちで守らざるを得ません。いいか、貴様、一つだけ忘れてることがある。誰も守ってくれる者がいないと思って勝手な行動を取ったことだ。でも軍隊にはな、守ってくれる者もいるんだ。例えば山中総長、小隊長のこの俺が守ってやろうとして、それを信じずに勝手な行動を取ったことに罪あるな。は、あります。よし、分かればいい。山下二等兵。はい。馬の二等兵。はい。運の二等兵。はい。貴様たちは本日より特別カバン行きを命ずる。はい、はい、小隊長殿、自分にはなぜ命令が出ないのでありますか。自分も同じであります。自分も運の二等兵と行動を共にしたのであります。これは貴様たち、火薬とマッチを一緒に置くか。あ、お前たちはな、一緒にいればこのような会社を作るんだ。いつ爆発するかわからんのだ。いいか、山下、馬の絵は火薬ならば、広田、吉山、お前たちはマッチなんだ。すると運の二等兵は何でありますか。燃えかすの火薬だな。薬にも毒にもならん。どっちにいてもいいんだ。いいか、貴様たちな、誰かが攻撃を仕掛ければ誰かが守ってくれる。それが集団の姿だ。よく覚えとけ。行け。はい。山下二等兵ほか2名、ただいまより特別カバンに参ります。広田二等兵を外し、内務兵を戻ります。よし。
届くぞ。あ、命令を伝達する。はい。なあ、特別カバン行かされてる、ほんまか。まあ当分の間行ってくるで銀行。あ、あんた特別カバンってどのとか知ってるのか。うん、兵隊のな、札付きの悪ばっか集まってる分隊やぞ。どこへ。ほんまや兄貴。あ、そんなひどいのか。ああ、軍隊の地獄だと言われてる。それじゃマッチの方が選んだがよかったな。ああ、しゃあないがな。けど小隊長殿の話では、なや守ってくれるやつもいてるそうやで。うん、うん、ほな行こうか。ああ。何や、あのラッパー。注目。ただいまより5分後、完全武装、一切の私物をまとめて衛艇に集合。はい。私物をまとめて、いよいよ戦地へ出動が。戦地。二ちゃん兄貴、どうなるんだよ。軍曹殿、特別カバン行きを命ぜられた自分たちはどうなりますか。貴様らは特別カバンへ行けばいい。貴様ともいよいよ別れだな。俺は戦地、貴様は内地。やっぱり貴様は最後までついてやがる。貴様たちは特別カバンの兵隊じゃ。特別カバンとは札付きの兵隊で、軍人として最もクズや。言うなら貴様たちは兵隊のクズの集まりだ。それをこのわしが徹底的に叩き直してやる。他の貸し官は知らんが、このわしは舐められんぞ。いいか、全員上着を取れ。貴様はシャバで六道か。そうだす。そうでありますえんのか。言われへんから特別カバンへよこされましたんで。そうか、よし。あんなにお金が入れずには怖くて、貴様たちが使えるか。えお、おい、おい、すげえ。どうで話せんのか。はお、言うであります。よし、次貴様何やった。へ、軍人直輸がなかなか覚えられんのであります。なんで覚えられん。つまり頭が悪いんですな。頭が悪い。貴様、頭が悪いということは分かってるじゃないか。今晩中に覚えろ。はぁ、帰れ。はぁ、はぁ、これで良くなった。覚えるんだ。覚えるとあります。あいた。よし、貴様、軍の二等兵であります。貴様がめめしい兵隊というのは、貴様は未だにお母ちゃんと言うそうだな。いません。そうつくな、言ってみろ、お母ちゃんと。母さん。声が小さい。誰がくしゃみを先生言った。吉というまで続けろ。行け。母さん、母さん。
母さん。山下二等兵であります。母さん。貴様か。軍曹をいたぶったっていうのは。母さん。俺はそうはいかんぞ。母さん。軍曹様とに。軍曹様。母さん。続けろ。母さん。軍曹様。母さん。軍曹様。母さん。軍曹様。